ティムル・カッパーゼは、ウズベキスタン、フェルガナ出身の元同国代表サッカー選手。サッカー指導者。ポジションは MF。メスヘティアトルコ人。ボランチのほか、トップした、ウィングでもプレーできる。大きな体を生かした縦への突破が持ち味。1998年、ネフチ・フェルガナで、サッカー選手としてのキャリアを始めた。 2002年に FC パフタコールタシュケントに移籍し、数々のタイトル獲得に貢献した。2011年2月、韓国のインチョンユナイテッドに移籍。自身のキャリアにおいて、初となる海外クラブであったが、レギュラーとして28試合に出場し、4得点を挙げた。2012年1月、アラブ首長国連邦の AL シャージャに移籍。2012年6月14日、 ウズベキスタン代表で同僚のアレクサンドル・ゲインリフと共にカザフスタンの AFC アクトベニ移席をした。2002年5月14日、スロバキア代表との親善試合でウズベキスタン代表デビューを果たした。AFC アジアカップ2011ではウズベキスタン最高位となる4位進出に貢献した。ウズベキスタン代表では最多出場記録を持っている。ありがとうございます。